タカチャンネルのタカでございます。皆さんお元気してましたでしょうか。僕のチャンネルでは、ちょっと新しいガジェットやリュックなどをですね、クラウドファンディングを中心にご紹介させていただいているチャンネルになっております。このように再生リストもまとめさせていただいておりますので、ぜひですねクラウドファンディングに興味があるよとか、ガジェットに興味があるよという方はですね、チャンネル登録高評価そして再生の方よろしくお願いいたします。で、今回なんですけども、手ぶらで一瞬でセットアップできる一曲ステディファイをね、紹介していきたいと思います。その、手ぶらで、できる3曲というのはですね、こちらの商品になっておりまして、こちらのステディファイに関しましては身につけるという新しい、発想の一曲になっていて、三脚を持ち運ぶ設置する手間が、なくなるので革新的なガジェットになっています。で、こちらですね、キャンプファイヤーで10月末までの販売予定になっていまして、その後の販売予定というのも、現状今まだ未定にはなっているので、購入の検討される方はですねこちらの動画を見ていただいてですね、早めに検討していただければなと思っています。はい。で、皆さんねこういうね、経験ございませんか。山登りとかにやっぱこう三脚大きいの持っていきますよね。で、持っていくんだけども、やっぱりこうあっちこっち移動するときに三脚を常にこう開いたり閉じたり、あとはねこう重たいものを常に抱えて、こう背負ってまた下ろしてっていう経験、あれめんどくさいっすよね。そこら辺のところこのステディファイならすべて解決するので、まあ今までそういう山登りとか、あとはハイキング中にカメラを持参していて、そういう悩みを持っていて、もう三脚もっと軽いのないのかよとか、そういう風に思っていた方はですね、こちらで全て解決するのでぜひ最後まで見てください。はい。で、こちらなんですけど、そのキャンプファイヤーの方でですね、3万850円から販売しておりまして、カーボン製の三脚を買うことを考えるとですね安い形になっているので、ぜひご検討いただければなと思います。今回のこの商品の特徴なんですけど、全部で2つございます。まず1つ目は身につけたまま移動し、立ち止まってカメラを置くだけで一瞬で撮影できるので、野鳥や動物、あとは子供、移りゆく、景色などがですね、非常に撮りやすい形になっているっていうところと、あともう一つが、今まで三脚で、撮影するのが大変だった足場の悪い、ところとかですね、あとは、狭い場所、そういったところでもですね、このステディファイであれば、撮影できるので、そういったね悩みも解決できるような特徴を持っています。こちらの商品の、開発に向けたですね、事前説明をさせていただくとですね、こちらドイツのプロ写真家が作った、身につける一脚になっておりまして、まあそのドイツのねプロの写真家の方はですね、撮影の際にいつもこう思っていたんですよね。三脚を持っての移動がめんどくさい、撮りたい風景を見たらすぐにシャッターを切りたい、毎回三脚をセットアップする手間が大変という悩みを持っていたんですよ。で、この、実体験に基づいてですね、こんな一脚が欲しいという要望を形にして作ったのがこのステディファイになっています。で、アメリカのクラウドファンディングサイトインディエゴーゴーっていうサイトがあるんですけど、そちらでですね、2400万円以上、売り上げをしておりまして、実績としても非常に高いんですよね。で、欧米ではテレビで特集されるほど人気商品になっているので、ぜひ写真が趣味だよとか、これからね山登りするときに写真を趣味に、やっていきたいよっていう人はですね、ちょっと、こちらを、購入検討していただければなと思います。で、こちらなんですけど、本体のみのベーシックセットと、あと付属品のついたコンプリートセットの2種類がございまして、このステディファイのみでも、まあ、手ぶれっていうのは抑えられて撮影とかも楽になるんですけども、固定してより安定性を高めたいという方はですね、コンプリートセットの方をご購入いただくのをお勧めします。ちなみに今回お借りしたこのステディファイに関しましてはコンプリートセットでの内容になるので、お間違いのないように、よろしくお願いいたします。はい。それじゃあ早速ですね、商品の方開封していきたいと思います。開封していきましょう。はい。こちらが今回ご紹介する商品、ステディファイになっています。まず開けていきたいと思いますね。開けていくと、このようなセット内容になっていて、まずは、この、マニュアルですね。マニュアルに関しては、英語で基本書かれているといった感じです。で、その他に、こちらの付属品と、あとは、この Y 字のものと、あと本体がこれっていうところと、あとこれが、ボールヘッドの、まあ、いわゆる、雲台ですね。これが付属として入っているといったところです。
ですね。はい。で、ここで製品の仕様を説明させていただくと、素材としては、こちらレザーを、使用していまして、このベースプレートのところがレザーで作られているといった感じで、このバーのところはアルミニウム合金を使用していまして、で、ベルトはナイロンを、使用しているって感じです。で、生産国は中国となっています。バーの、調整範囲としては約25センチから80センチ、本体重量は、約 0.5 キロなので結構軽いですね。で、こちらなんですけど、ベーシック、バージョンの場合はですね、これとこれが付いているといった感じで、オプションのですね、こういった、雲台とか、あとは、このね、五角形のこの、ポーチみたいなやつは付いてこないので、そこだけご注意ください。はい。で、この雲台の方をまず見ていきたいんですけど、この雲台はですね、クイックリリースボールヘッドを採用していまして、あのね、世界的に有名なブランドのアルカスイス製と、全く同じ互換を持っているので、アルカスイス製の3あの雲台をね、結構持ってらっしゃる方だったら、ここの、ベースのところは一緒なので、付けやすいとは思います。はい。で、まあ、ここのネジでね、固定する感じで、ここでこのボールヘッドを、稼働させることができて、で、こっち側のネジで、このね、方向を、変えれるので、結構この雲台はね、使いやすいと思いますね。で、結構大きいので、おそらくカメラで言ってもですね、α6400 とか、あとは最近だと、ZV-10 とか、ああいったカメラでも付けれるとは思います。はい。さらにはですね、こちらなんですけど、ポケットクリップという名称になっているポーチになっていまして、これはですね、ボディに付けれるポーチになっています。で、一応マチとしてはこれぐらいあるので、小銭とかそういったものを入れていただくにもいいですし、あとは撮影とかでよく使う SD カードですね、ああいったものを入れていただいても構いません。で、付け方なんですけど、こちらはこうボディのですね、下の部分に付ける箇所がありまして、ここ、ボタンがあるんですけど、そこに合わせてですね、付けていただくような形になっています。こういう感じでね、付けれるので、まあ、このボタンっていうのは、ベーシックセットのバージョンのベースプレートにも付いているので、ベーシックセット買った人はこのボタンなんだよ、みたいな感じで思うかもしれないですけど、コンプリートセットの人はですね、こういうのが付いているので、これで、役立てていただけることもできます。はい。ちなみになんですけど、これ、このね、ポケットクリップを外すときなんですけど、この下のボタン2つをまず外していただいてですね、こういう風に外していただいて、で、外したらですね、ここの部分、ヒュッと引っ張るだけで、これ取れるようになってるので、非常に簡単に付け外しはできますね。で、しかも、ここの部分は、他と違う機構を採用しているので、落とす心配もないので、そこが安全だと思います。で、このポケットクリップなんですけど、平たいけど、片方の側面に、先ほど見せたようなマチがあるので、結構ね、こう物も入れやすいので、そこら辺は結構僕としてはいいかなと思いました。はい。それではですね、こちらのステディファイの、装着をしていきたいと思います。まずですね、このお腹の部分にこれ当ててあげて、で、バックルがあるので、バックルを締めてください。で、バックルを締めたらですね、これが固定されるぐらいまで、ちょっと一回調節してあげて、で、最後ね、こういう風にしてあげればなと思います。はい。これで、まあ一応装着としては、基本的にもうこれだけなので、装着としては簡単ですね。はい。それではですね、実際にこれどういう風に撮るのかっていうのを、ちょっとね、ここの、撮影部屋で、実際に体感してみようかなと思うんですけど、ちょっとね、これぐらいの身長にした方がいいかな。ここの部分がネジ式になっているので、このネジを緩めてあげて、こういう風に伸びるので伸ばしてください。で、伸ばしたらですね、これでちょっと固定してあげて、ここが動かないようにしてあげて、で、ここの部分の、棒に関しても、ここにつまみがあるんですよ。ここにね。なので、これで、自分がいいなって思った位置に固定してあげる。これだけです。はい。これで、もうここ、手ぶらでね、こう一脚が出来上がる形になるので、結構そういう意味では使いやすいんじゃないでしょうか。で、さらにですね、これ、一脚の部分なんですけど、結構伸びまして、まず、これ、第一段階ね。で、ここ、第二段階ね。で、ここが第三段階で、ここが第四段階と、これぐらい伸びるんですよ。なので、結構、高身長の人でも使いやすいでしょうし、まあ、そもそも低身長の方はですね、これぐらいで調節してあげるとかもできるので、そういう意味では、かなりこう、セッティングも簡単で、汎用性が高いかな、というふうには思います。はい。実際、カメラを設置する場合、ちょっとね、今回、しゃがまさせていただくんですけど、こういう感じでね、まあ、位置的にはなっていて、
て、まあ、ちょうど、例えばこういうカメラがあるとしたらですね、画面モニターが見える範囲ぐらいに置いといてあげればいいかなと思います。で、基本的にはこういう感じで、まあ、撮影をしていただくっていうような感じで、ビデオ撮影っていうよりはですね、これはどちらかというとチルト撮影、写真専用って感じですね。はい。で、意外とこの三脚の棒を伸ばしていくとですね、こう細くなってるので、不安定になるかなって思いきや、意外とそんなこともなく、結構しっかりとこう安定性のある撮影ができますね。実際これ例えばカメラこういう風に持つとしたら、こういう風にね重たいからこういう風にしなきゃいけないじゃないですか。こっち側の手も塞がるし、なんかこうしててもやっぱりこう腕ってねだんだんとこう重たいのでこうずれてくると思うんですけど、それもなくてですね、これの場合ここの、棒がしっかりと固定してくれてるので、まあ、片手がねフリーな状態でこういう風に撮影してくれるので、結構そういう意味では撮影しやすいかなとは思いますね。はい。で、一応こう置くだけでもすぐにこの写真自体もですね、簡単に撮れる形になってるので撮影しやすいかなと思います。ちなみになんですけど、ボールヘッドに変えてみた感じはこんな感じで、先ほどの置くだけとはまた違った安定性を得れます。はい。で、ちなみにここのネジをちょっと緩めるだけで方向もこういう感じでできるので、結構ね撮影の時これの方が安定して、まあこう角度を変えたりとかもできるので便利かなって感じがしますね。早速ちょっとこちらのボールヘッドを使ってと、あとこのねベーシックのマウント方を使って、ちょっと外の、撮影で安定性っていうのを検証してみようかなと思います。今ちょっと外に来てみました。で、今回ね撮影の検証するのはこのステディファイの、一脚をつけた場合と手持ちの場合の、撮影の比較をしたいと思います。で、ちょっとね、やっぱりこう東京なので山道とかそういったところがなかなかないんですよ、家の周りに。なのでちょっと今回ね夜景撮影で、こう明るさを最大に上げてですね、手ブレの検証をしてみたいと思います。それではまず早速、こちらで手持ちで撮影した映像をご覧ください。続いてですね、このステディファイを使った形で撮影をしてみたいと思います。はい。で、続いてはですね、撮影場所ちょっと変えていて、車が比較的、たくさん通る場所に、今ちょっと移動しています。で、車がたくさん通る場所で、こう手ブレと、あとは、ベーシックマウントの方を、使用してみてですね、どれくらい違いがあるのかっていうのをじっくり見ていただければなと思います。今歩いてるんですが、撮影場所の移動の時もですね、こういうふうに身体についているだけですので、非常に、持ち運びも楽ですね。はい。まずは、手持ちの方で撮影してみます。次はベーシックマウントを使った撮影です。本当にこのレンズを上に乗っけるだけなので非常に簡単です。はい。で、モニターも非常に安定はしていますね。はい。じゃあこれで一回ちょっと写真の方撮影してみます。はい、帰ってきました。今、ちょっと撮ってきたんですが、皆さんね、これだけで本当に手ブレを抑えられるのっていう風に最初は思ったと思うんですけど、結構ね、手ブレが抑えられているかなっていう感じがしています。で、体感的にも、まあ、正直最初にファーストインプレッション時は、あんまりこう、手ブレ抑えられないんじゃないかなっていう風に僕自身も思ってはいたんですけど、これね、お腹の部分を、視点にですね、やっぱりこう、安定した撮影ができるので、本当ね、こういう感じ。うん。なので、撮影しやすい。暑かったなって感じがしました。本当ね、こう歩いていてちょっと気になる景色があるなとか、そういった、時にですね、こうさっとこう上げてもうすぐにこうカメラセッティングしてポチって、撮影ができるので本当に便利だなっていう風に感じがしましたね。はい。で、まあこう先ほどねちょっと短時間撮影はしてみたんですけども、こう場所移動とかもしてみてですね、やっぱりこう三脚を持ち歩くとかよりはこっちの方が、持ち歩きしやすいですし、しかもこう軽いので、やっぱりですね、こう移動っていうのもすごい楽だなっていう風に感じましたね。はい。それではちょっとまとめの方に入りたいと思います。
はい、皆さんいかがだったでしょうか。個人的にこういった、ボディ一体型の一脚っていうのは初めて使ってはみたんですけども、やっぱりですね、使ってみてですね、改めて、普段の三脚に比べると使いやすいなっていう風に感じがしました。で、この本当にね、乗せるだけで安定するし、なおかつ先ほどのね、一緒にオプションでついていた雲台とかもセットで使うとですね、より安定した撮影ができるっていう点では、僕はこの東京だとね、なかなかこう舗装された道しかないので、こう安定性っていうのは高い方なんですけど、こう田舎とか、そういったところでですね、山登りをしながら撮影をするとか、ちょっと舗装されてない道が多いところで撮影する人とかにとってはですね、それこそ、非常に使いやすいんじゃないかなと思います。野鳥とか撮影するのにも結構使えるんじゃないかなとも感じましたね。はい。で、ちょっとメリットデメリットを使ってみて分かったのでご紹介させていただくとですね、メリットとしては何といっても移動が楽でした。ちょっと移動するにおいてもやっぱり三脚だと背負わなきゃいけない、そして下ろさなきゃいけない、そして下ろした先でまた組み立てなきゃいけない、でまた移動するときにしまってまた背負ってっていう行動をしなきゃいけないので、そういう行動しなくてもいいっていうのは本当に楽でしたね。はい。で、あとはとにかく手早くすぐに撮影が始めれるっていうところも非常にいいメリットだと思います。一瞬のシャッターチャンスも本当に逃さないので、それこそ、生き物を撮る上で、すぐにパッと撮らなきゃいけないシーンがあったときはこれ本当に便利だなっていう風に感じがしました。はい。で、あとは、そうですね、今までこう三脚諦めていた場所とかでも使えるような形にはなっているので、それこそね、狭い場所、あとは三脚持ち入れ禁止とか、そういった場所でもですね、これであれば、まあ、許してくれるんじゃないかなっていう風に思います。デメリットとしてはベーシックセットだとやっぱりこう置くだけにはなってしまうので、より固定したかったら雲台が必要になってくるかなっていうところ。とはいえどですね、これ上の部分は一応ネジとしては普通にね、三脚とかを取り付ける用の、こういった4分の1ネジを使用している形になるんですよね。はい。こういう感じで、4分の1ネジの通常ネジを使用しているので、例えばお持ちの雲台とかがあったらここにつけてもいいかもしれないですね。はい。で、その他で言うと色がやっぱりこう黒のみになってくるので、デザインに幅がないとか、あと日本で確実に手に入るのは10月末までで、その後の、まあ販売予定もなかったりとかするところが、デメリットかなというふうに感じました。で、こんな感じで今回の動画は終了させていただきます。10月末までの、支援になっていますので、ぜひですね、このステディファイ、支援の方よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあの